質問です。ポストカードなどの印刷物の価格設定に悩んでいます。デジタルで絵を描き印刷しているのですが枚数を量産できるものはどのように設定すればいいのでしょうか、まああの。市販のポストカードの価格帯って結構決まってるじゃないですか。まあ、紙の値段とかね印刷にものすごいエンボス加工するとか箔押しするとかそういうので価格が跳ね上がるのもありますけれどもそういう世の中一般の価格 とかハンドメイドの作家さん、イラストレーターの方が出されている価格が参考になるっていうのもあるとは思います。あと、印刷物っていうのは、あの枚数をたくさん出すと単価がどんどん下がっていくんですよね。なので、うんとそこの価格設定にもよると思うんですよ。その原価がどのくらいかかるかもう。あとコストカードってその売れるものであれば、その3ヶ月ぐらいで売り切っちゃうんじゃなくて5年でも。 まあ5年はちょっと長すぎるか。1年かけて1000枚売ろうとか、そういう売り方もできるんですよね。なので、自分がそのポストカードを何枚、その、売りたいのかっていうところ、どのくらい売れそうなのかっていうところ、わかんないけどね。わかんないけど、予測を立てたり、目標を立てたりするわけです。で、それをじゃあ印刷に出すときに、 10枚単位で印刷業者に出してるとものすごい高くなる1枚が何百円にもなるけど1,000枚出したら1枚30円になるとかそういう世界だと思うんですよ。なのでじゃあどこ,どこで線引きするか在庫持ちすぎずに在庫の山になっても悲しいのはねあるとは思うんですけど、えー、そういうのの相関関係かなポストカードがねメインなのかっていうのにもよるし原価も売るのかっていうのもあるしあと 売り場がたくさんあるのかとか、イベントでたくさんポストカードを大量に売るようなタイプの作家さんだったら、たくさんプリントしてもいいけど、ただ、ご自宅でね、ご自宅のプリンターでポストカード作るっていう場合は、クオリティ面では、まあ、おそらく、量産したもの、印刷会社で出したものよりは若干劣ると思うんですよ、正直。で、そこに、 あのお金原価がかかってるからって高い金額にしてしまってもなかなか印刷会社で予算したもののクオリティに及ばないんだったらなんでそれ買わなきゃいけないんだっけっていうところで疑問が生じちゃう形だと売りにくくなると思うんですよねもちろん原画の素晴らしさが絶対だと思うので元の絵がね青犬さんのイラストのファンの方は買ってくださると思うんですけどねそのあたりどのくらいの期間でどのくらいの量を売り,売りたいかなっていうところを決めるところから入ってもらった方が 価格設定貼りやすいと思います。そのあたり決めた上でまたご質問を送ってもらってもいいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。